まあ、俺はチャンスを外したのも あれはもう完璧にレオンから来るっていうのも信じて言ってたし、俺はああいうの好きだから、あのクロス少ないじゃないですかこのチームって圧倒的に。からあんまり俺結構クロスで合わせに行くの好きなんですけど、そういうシーンがないからマジで欠けてるんですよあそこに。でそれを決めきれなかったっていうのは悔しかったし、あそこで決めてれば勝ってたんでっていうのだったらやっぱり1位じゃちょっと、まあしかもそれまでの、まあ、先制されて自分たちが点取るまでの展開からしたら1は OK だったんですけど、俺の中でもやっぱあそこから1点返した後の展開を見たら絶対に勝ち点3だったなっていう。まあただでも最善でもなければ最悪でもないんで、うん、っていうのは同意です、ね、でもこうやってやっぱニアに飛び込んでいくのも意識してると思いますし、あのサイドチェンジしたらこう人数をかけてなだれ込んでいこうっていうのはもう秋葉さんも言ってるんですよ。ただタイプですかね、まあブラガーカルもそんなやっぱクロスを上げてっていうタイプの選手じゃないじゃないですか。こう引かれたら結構クロスってやっぱクロスを上げて拾ってからとかが結構相手の陣形が崩れやすいから、うん、そういうところでもクロスは結構蹴れる選手はいると思うから、テルキにもしかりレオンもケンゴ君もそうだし、だからまあちょっと増えてもいいのかなっていうのはありますけどね。でも勝つしかないんですよね。でそれってどこの順位にいても変わらないことでは、よりそれが強くなってるって感じですかね。特に横浜 FC が崩れない、なかなか試合展開とか見ててもこう多分持ち始めてんだろうなっていう、その雰囲気を、うん、優勝までのって考えると俺らもそこをついていくっていうのは表現あんま好きじゃないんですけど、俺たちも勝っていかないといけないっていう立場なんで、うん、今まではある程度一歩先を行ってる感覚で やれてたかもしれないですけど、ここからも同等かちょっとこう焦らせないといけないっていう中で、俺たちもやってることを崩しちゃいけないっていう感覚です。うまくバランスが取れてなかったっていう印象が、自分たちから崩れてった感じ、そこからちょっとアウェーで勝てなくなってっていうのをこう経て、まあ、ホームで帰ってきて、まあ、今は 4-2-3-1 で出てる11、まあ、出続けてる11人がうまくいってるんで、はい、そこで、まあ、僕も千葉戦とかで 4-2-3-1 出たりしましたし、まあ、どういう立場であれスタートで行くのかベンチで行くのか、あのしっかりあのやるべきことをやったら、あのアウェーのような戦いにはならないんじゃないかなと思います。自分のメンタルを他人に振り回されないようにやるっていうのが大事っていうのを、ここも本当数年やっと、もうそれまではもう28ガンバぐらいの時までもう自分やっぱり自分の価値を高めたいし、てかまあよく監督に呼ばれて話す時とかもあるじゃないですか、そういう時に言ってましたからね、常さんとかに。俺はあの時はもう超生きり散らかしてたから、まあそれなりに自信もあったし、でも聞いてくれて、今ヴェルディのコーチとか森下さんっているんですけど、あの人が23のガンバ23の監督いた時に、あの結構話す機会あったんですけど、そのチームとか同じチームでやってるから、そのチームとかを応援できなかったら自分に回ってきた時にいいこと起こんないって言われて、素晴らしいメンタリティーだなって思ったっす。だから今はマジでベンチに座ってますけど、全力で出てる選手を応援するし、だから豊くんとか健吾くんとかはまあ同じベンチに座る機会が結構多いですけど、そういうところの特に豊くんなんかは持ちようは大人だし、だから多分出てもいいプレーできるんじゃないかなと思ってです、このチームのスタメンに出てくるってなったら、なんかなんていうんだろうな、
普通に活躍するだけじゃダメな気はしてるっすね。でもいいことばっかりはしようとはしないです。結局なんかいいことばっかりしようとしててもうまくいかないです。ちゃんとやることをしっかりやってっていうところに転がってくるですね。こっからもう優勝を昇格するためには一個ずつまずチーム全員でしっかり試合の入りから行くべきなのかなと。それが多分連3連戦の流れにつながっていくと思うので、その流れに生み出せるように頑張りたいです。